皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けする働く私の情報局、株式会社シューファル氏代表取締役の竹本佳也です。同じく株式会社シューファル氏草分けたいです。この番組は今の時代を生き抜くために働く人たちが知っておいてほしい社会の仕組みや社会人としてのビジネススキルをお伝えする新人生100年時代に必要な働く人のための情報を私たち2人がお伝えしていきます。今の働き方や働く環境が当たり前だと思っている方へ、自分のための働き方を見直してみませんか？一人一人の能力を生かす職場環境は自分で作っていくことができます。好きなことばかりで食べていくなんて世の中そんなに甘くはない。でも働く人の意識が変わればきっと社会や未来は変わります。この番組は今までは当たり前だと思っていたこと、知ることがなかったことを分かりやすく楽しくお伝えする30分番組です。はい、今回は気になる言葉遣いについてお伝えしていきます。社会人としてね、最低限知っておいてほしい、意識してほしい、言葉遣いについて、二人でフリートークでお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずは CM です。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や、一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。さて今回は、言葉遣いをテーマにお届けするのですが、タイさん、最近気になった言葉遣いってありますか？楽しそうに聞かないで。もう最近、ちょっと事務を手伝いしてる会社さんで、オンラインで仕事をさせてもらうことが多いんですけど、いい感じのおつぼね顔しておりまして、この言葉遣いはちょっとっていう、お客様というかね、会社様に対してのお仕事なので、問い合わせのお電話であるとか、メールがよくあるお仕事なんですよ。なので、ちっこいち耳障り。でもね、これは今に始まったことじゃなくて、やっぱり昔って言ったらすごく失礼ですけれども、以前から気になる、特に新人さん研修や若手の研修の言葉遣いの時に、私は常に大名言葉っていうのをお伝えするんですよ。そうなんですよ。かやさんもよく聞いていただいてると思うんですけど、大名言葉ね。そう、例えばお疲れ様でしたっていうのとご苦労様でした、違う、でもご苦労様でしたっていう若手の方が多くって、でも確かに会社の雰囲気で、ご苦労様でしたが通用している、常にそれをみんなで使ってるんだったらいいんですよ。でも初めての場合だったら、お疲れ様っていう上下から上の言葉、で上の方もお疲れ様っていうこの相互で言い合うことが一番、なんていうのかな、環境的にはいいのかなって。でも本当は上の方、すなわち大名がおご苦労みたいな、そこから始まってるし、あとあれですね、了解しました。了解しましたね。どうかやさんこれ。いや、ありますよ。私もうなんかね、こう下の人っていうか、私大体こう社内でっていうよりかは他のね、業界団体とかで活動してることが多いんですけど、やっぱりその業界団体だと必然的に先輩後輩フラットなんですけど、先輩後輩ってなるじゃないですか、入った順番で。
じゃあやっぱりね、新人っていうか入ったばっかりの子、右も左も分からへん子に了解しましたって送られるとおいってなります。まあ一応ね、私も役職いただいてるのでおいってなりますよね。で、まあ、私に対して、まあ、それでも別に、おいって思うだけで、ちょっともう、笑っちゃうぐらいなんですけど、うん、ただね、それ、お客さんとかにしてないかって、ちょっと心配になるんですよ。そう。そこなんです、私、一番気になるの。お客さんとか、社外で、目上の人にそれやってしまってないかな、この子って思って。でもね、大さん、そういうね、子たちの会社、でまあまあそこそこ大きかったりするんですよ。中小企業の中でもちょっと大きい方の中小企業だったりするんですけど、弊社は新人教育をしっかりしてますのでっておっしゃられるんで、ああなるほどね。ふーんって思ってるんですけど、そういうやっぱり新人教育しっかりしてますっていう会社の子に限って言葉遣い全然ダメ。あ、そうなんですね。うん、大名言葉使いまくりみたいな。そう、大名言葉。もうでも、今の了解しましたも、まあ、できるだけ使わないように、社内だったらとかいう注意をしたら、帰ってくるのが了解させていただきましたが、帰ってきましたけど、どうしたらいいですかね。そういいですよ、みんなすごく丁寧にね、お話ししようとか、伝えようとか思う気持ちはいいですね。あと、大名言葉だけで言うと、あ、ちなみに了解しましたって、代わりにかしこまりましたで統一するのがいいって言われてますよね。あ、承知しましたとかではなくて、かしこまりました。そう、承知しました、受けたまわりました、かしこまりました。うん、あとは、あれですね、なるほど。なるほどね。なるほど、なるほどとかね。なるほど。なるほど。そんなの。いや、営業マンに多いんですよ。なるほど、なるほど。なるほど、なるほどですね。みたいな。いや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 。おいって、それもやっぱり、私の話をちゃんと聞いてくれてないって思うんですよ、私はね。で、営業マンって、やっぱりその、ね、お客様の課題解決をする、まあ、サービスの提供であったり商品の提供、ね、提案じゃないですか、うん、ここでなるほどなるほどなるほどですねはあ、うん、みたいな感じで聞かれると、いやほんまに話聞いてんのみたいな、うん、ちゃんとした提案してくれんのってすごい不安になるんです。わかる。ね、そう、なるほどって言った以上は全部聞いてたよねって感じですよね、うん、分かってくれたよねって、うん、復唱させるようですよね。復唱させる？なんて言ったって。そう。え、今のことをちゃんと理解してくれてるか確認していい？みたいな感じで。わかる。私も返したことありますわ。なるほど、なるほどって言うから。じゃあ、お互い言った言わないが生じないために、もう一回復唱してもらってもいいかなとかね。そう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 。大抵そんな話。草木さん、そう。今ご自身でおっしゃいました、うん、私が言ったことを聞いてくれたから、うん、何を言って何が大事で何をお願いしたいかっていうとこポイントだけ押さえて会社持って帰ってくれるって言って。昔なんか偉そうな立場だった時言ってましたね。うん、でもやっぱりそうなりますよね。うん、そうですよね。聞き方ってすごく大事だなって、うん、その一言一言の相槌だけでも、うん、じゃあなるほどの代わりは何を使ったらいいんですか？なるほどの代わりは、まあそのね、相槌なんで、うん、その時臨機応変やとは思うんですけど、うんうんうん、ただね、そのよくネットとかで書いてるキャバ嬢が使う差しすせそはね、避けた方がいいなとは思うんですね。さすがですねとか素晴らしいとか、うん、そんなんじゃなくって、まあ、オウム返しでもいいし、うん、うん、私はオウム返しは練習してほしいなって思います。なんかお客様が言ったそのキーワードっていうのをオウム返しするだけでもいいと思うんですよ。そう、あと、うん、本当にそこ、うん、そんな言葉使うみたいな、まあ、引っかかった言葉ちょっと今すぐ思い出せないんですけど、うんうん、そんなんもそのまま返したらええと思うんですよ、うん、
そうです、そうです、うん。うん。そのまま返したらいいんですよね。あ、こういったとこがお困りなんです、お困りなんですねとか。そう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 。あ、そこを気にかけてらっしゃるんですねとか。で、そこすごい気になるんですよって言ったら、うん、あ、そこを気にされてるんですねとか返してくれるだけで、うん、あ、なるほどって言われるよりも非常に聞いていただいたような気がする。そう。だから、なるほどよりは、オウム返し。うん、うん。うん。語尾だけでも。やっぱり言葉遣いって、フレーズなので、うん、今マナー研修とか新人研修とかって言っても、何でした？尊敬語、うん、丁寧語、あと謙譲語。謙譲語。それをなんか表みたいなの渡して、うん、行くはなんて言うんですか？尊敬語でとか、あと謙譲語ではとかね。書いてみましょうとかね。そうそうそう。いやいや、こんなことはどうでもええねんと。なんかそれだけに、結構それだけでも数があるんで、いやでも私も昔はそうやってたんですよ。ビジネスマナー研修とか、特に新入社員研修で。でも途中で何かが違うって。特に新人社員研修だったら、それなりに面接の前とか、就活してるときに、みんなやってるから、うん、そうですね。そう、だいたい 100% 回答するんですよ。うん、食べるわって言ったら、召し上がるととか言って、いただくとって言って、うん、じゃあそれを普段で使えるかどうかの方が大事かなと思って、だからもうだいたいサンプル文書、うん、うん、社長が来た、なんて言いますかって部長に伝えてくださいとか、うん、いうことをやった方が、うん、結構みんなアクセクしてやってる、そう、あれね、結構いいですよね。だって そのまんま使えますもんね。そう、そのまま使えるし、うんうん、お電話対応とかでも、フレーズをそのままなんて言いますかみたいな感じでこうやらすじゃないですか、ワークを。あれそのまま使えるからすごいいいなって思うんですけど、表にされて、さあ書き換えてみましょう、みたいなのは。そう。じゃあ、二人でやり取りしてみましょうとかね。あなたがお客様役ですとか、うん、訪問した時にどういうふうに受付の方に伝えますかとか、ご案内してもらった時に何て言いますかとか、うんうん、ご案内してもらうは当然じゃないから、一言何て言うのって言って、うん、ご案内ください。違うな。して、ご案内してもらうんやんって言った。失礼しますって違うな。なんていう、ありがとうございますとか、恐れ入りますとか。うん、それがスラッと出てくる、うん。うん。スラッと出てくるっていうことで、敬語っていうのの内容ではやっぱり恐れ入りますとかありがとうございますとかそういう言葉は自分の中にもちろんかしこまりましたもそうだしお疲れ様でしたもそうだし、うん、もう大丈夫ねっていう話をよく言ってますね、うん、私研修でねそうですねで新人の間はやっぱりありがとうございます申し訳ございませんで、うん、恐れ入りますかしこまりました承知しいたしましたぐらいが、うん、まあこう臨機応変に使いこなせたらいいかなって思うんですよ。いいね、いいね。それはこの5つぐらいが臨機応変に使いこなせたらそれでええやんと思って。うん、じゃないとこうなんかあれ尊敬語謙譲語ってどうやったっけってなると何々させていただきますとか何々させていただきましたとかわけのわからんなんていうかな言葉を使い出すじゃないですか。うん、例えば、確認させていただきますとか、うん、私が確認してくださいって送ってんのになんで、また確認させていただきますって送ってくるみたいな。させていただきますはもうね、撲滅していきたいですよね。うん、まあ、使わなあかんとこもいっぱいあるんですよ。うん。うん、使いすぎやねんって言って。そう。で、ね、やっぱりその、何か、こう、参加できるか参加できないかとか、うんうん、出席するのか出席しないのか、そうそうそう、あ、欠席なのかっていう意思を確認することがあるじゃないですか、うん、そういう時に参加させていただきます出席させていただきますいやこっちが出席するんかせえへんのかって言ってんねんからそれやったら出席いたしますとか、うん、
参加いたしますでええやんと思って何も、うん、ね、文章っていうか言葉を増やさんでええやんって思うんですけど、そういうのちゃんと教えてもらってないんやなとか思う。教えてもらってないと思う。あの、教えてもらわないの以前の話やと思うんですよ、うん、何をその時目的としてる会話なのかとか、うん、そしたら何を答えていくかっていうのはある程度わかると思うんですけど、多分そこがちゃんと入ってきてなくって、まずなんか返さなければが先なのかな。だからあの昔新入社員とか新人預かってあの、まあ、部署のマネージャーやってた時とか、もうみんな焦ってもうかしこまりましたが、かしこまったになっててもう大爆笑。そんな焦らなくていいから、ゆっくり考えて今答えなくていいことは、ね、うんうん、少しお時間くださいとかでもいいねんって言って、 かしこまった私なんか怖いんかなまあ圧がすごいんでしょうね圧が、当時はねちょっと偉そうでしたねあのかっこいい女だけを目指してた時ですね。あ、それありますよね。ある、かっこいい、なんかね、かっこよくいなければいけないとか、こうなんか部下に舐められてはいけないとかね。そう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 、そんなことどうでもいいのみたいな。そうで、新入社員研修も自分がやってるから、うん、うん、それでそのままそこら辺の何人かがうちの部署に入ってくるから、うん、なんか崩せない自分でもあのある年齢が来た時に気づくんですよね、私ってかっこよくないわって、うん、なんかね、別にそんなことどうでもいいわと、そうそうそう、とりあえずちゃんと育ててあげたいなっていう意識が出てくるから、うん、いつも言ってる、あの新人研修はおかん気分でっていう、そうおかんになった気持ちで、ええんよって、失敗してもええんよって、そうとりあえずやろうだってあの長いことこうやって社会人やってる私だって、うん、あの電話の時にお客様に注意されますもん、はい、どんな注意されたんですか。あのこの間ちょっとかけることがあって、うん、社長宛てじゃないといけなかったので、はい、電話するでしょ普通に、はい、多分みんな同じことを言うと思うんですよ、うんうん、何々社長いらっしゃいますかって、うん、言います。なんて返ってきたと思います。もうね、びっくりしましたよ。うちは株式会社で会社だからね、社長はいてるよ。おお、そんな誰がそんな社長が存在して存在確認をしてるんだみたいな。わあ、なるほど。ああ、なるほどと思う。それこそなるほど、そこはなるほどですね。うん、あ、そうやそうや。そう。確かに会社やから存在はしてますよね。そう。で、じゃあ、せやわと思って失礼しましたって言って。何々社長はお席にいらっしゃいますか、うん、席にはいないな、現場行ってるかもしれへんでって言われて、おー、場所の確認違うぞって、ね、え、正解。いや、もうすごい頭フル回転して、うん、あの昨日お問い合わせの件で折り返しのお電話を差し上げたんですが、うん、あの社長とお話をしたいんですけれども、お取り次ぎいただけますかって言ったら、はあ、合格って言われて、おお、よかった、嬉しいですとか言って、で要件で昨日の話やんなみたいな、あなたが社長なのねそう、私です、だからあこの暇やったんかなとか思って、でもちゃんとそうやって教えてもらって、改めてすごく気軽に何々部長いらっしゃいますかって電話してたけど、うん、あ違うわって。そうですね、私もそうですね、何々さんお願いしますとか、ね、うんうん、何々さんですかとか言ってましたね。すごい勉強になった。慣れすぎてて、うん、忘れてることってあるわって思って、うんそれはでもめっちゃ勉強になって、めっちゃ勉強になって、もう勉強になって、すごいですね。私ですって言って瞬間すごい威力がかこってきたけどいやネタですやんそれ。そのやり取りやってる間に要件終わってましたよねみたいな。うん、そう、もうそうなる、ね、とか電話応対もやっぱりそういうロープレイ、うんうん、ちゃんとしないとお取り次ぎ、うん、だから
そういえば自分は電話研修するとき、うんね、新人研修とかするとき、お取り次ぎお願いします、取り次いでくださいとか、お話ししたいことがあるので、こういう要件で電話をしたってことは伝えないと、うんうん、電話口の方って、だいたい社長いらっしゃいますかって言ったら、どういったご要件ですかって聞かれるでって言って、言うてるわと思って、うんうん、実務に入ったら忘れちゃってるわって言って。なんか実務は大事だわって。そう、実務は大事。実務大事なんか、ね。知識も情報も大事ですけど、それをやっぱり実務、現場で活かせんかったら意味ないですもんね。そう。うん、本当に大事。なんか、職業訓練校で就職支援の講師やってるじゃないですか。うん、もうすごいめっちゃ全盛期の頃は、でも自らハローワーク行って、はいはい、自らハローワークで検索して、うん、でそこの会社さんに電話したりとかっていうのをやった上でハローワークではこういうことをやってくれるよってそういえば伝えてたから現場とか実務経験って、まあ、忘れちゃいけない、はい、だからいつまでもまあ言ったらね現場の言った感覚とかを忘れんようにたまにちょっと現場で、まあ、私も大佐も今現場でね、うん、やってもいろんな立場でやってるじゃないですか。たまにスパイカっていう、うん、働き方してるじゃないですか、うん、そういうの大事やし、私やっぱりそのコンサルとかするコンサルとかする時も伴走型が好きなんですよ、うん、一緒にお客さんと考えて走って動いて、うん、でなんか自分の持ってる情報とかを提供するとかいうのが好きなんで、うん、それはね大事やな思いますわ。大事ですよね。やっぱり、うん、本当にその会社会社の雰囲気もあるし、うん、一辺通りにこれが正しいっていうわけでもないから、うん、そこをどうアレンジするというか、誰にも失礼に当たらないような言い回しをどうするかっていうことを考えて発せるようにしていかないといけないし、転職した時は転職した時で、うん、まずベースに戻ってまた新しいものを構築しないと、うん、前の会社でこうだったから、例えば電話鳴りました、はい、お世話になります何々株式会社ですっていうのがずっとあったとしたり、うん、じゃあ次行った会社が毎度だったらどうするのってそうですよね、うんうん、そう、まあ、そこは肌で感じるものって大事だから、言葉の語彙力はいっぱい持っといて、うんうん、使い分け応用力っていう方が逆に新人さんの方が大事なんかなって思います、うん、そうですね。基本を抑えつつもやっぱり応用力を養っていけるような、ね、研修をしてもらえたらなとは思うんですけど。ですよね。まあビジネスマナー研修とかね、新人研修って、特に新人研修の場合はさっきもちらっとお伝えしたけど、みんな就活の時にある程度言葉遣いとか、うん、自分で考えてやってるから、うん、でも会社入った時にビジネスマナー研修っていうのをやるのに、なんで一から同じことをまたするのっていうのはすごい、うん、いつも。だってお辞儀とか完璧ですよ。ねえ、それよりもなんか笑顔で、まあ、言った返事はすぐするとかね、うん、笑顔で挨拶はするとか、挨拶は自分からするっていうところを重点的に教えてあげた方が、その子のためやなと思いながら。うん、まあ、でもまあ、どこの新入社員研修のマナー見ててもね、なんか、うん、これまたやんねやって言って、意外になんかかわいそうとか思ったりとかしながら、うん、どうやってアレンジするかなって。そうですね。はい。じゃあ、はい、とりあえずここで一旦 CM に行きます。はい、ありがとうございます。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、ということで、今回は言葉遣いをテーマにお届けしたんですけども、ね、いろいろまあ出てきたわけですが、こう今日のね放送を見て、私やってしまってるわっていう人も多かったんちゃうかなと思って。あ、うん、うん、まああります。やっぱりなんていうのかな、新入社員さんとかそういう若手の社員さんっていうのはこれからなんですけど、逆に社会経験を積み上げてる人ほど
この言葉遣いっていうのをもう思い込みとか慣れでやってしまうってとこは一回見直すって大事なのかなって思うし、こういう言い回しって OK かなって思って疑問に持って自分で調べるとか聞くとか、いう行動に移せてる人の方がもっと素敵なあの話し方ができるんじゃないかなって、なんか自分がそのちょっと難しい社長とお話しして感じました。そうですよね。で、話すだけじゃなくて、やっぱり今、いろんなツールがあるじゃないですか、コミュニケーションツールでね、メールだけじゃなくって、やっぱりその、メッセージ機能、ダイレクトメール機能で、やっぱりやり取りすることがあるので、やっぱりそこはね、普段友達と LINE する感覚でやるんじゃなくって、やっぱりその、会社内であるとか、あと、社内では、会社の中ではないけども、別の業界団体とかね、そういうところでのコミュニティっていうんですか？はい、そうですね。だから相手が誰かっていうのとかもね、意識して、やっぱりやり取りするのも必要かなとは思うんですけどね。そこが今結構スコッと抜けてしまってて、なんちゅう言葉遣いしてんねんって思う、なんか、ことが多いので、やっぱりそこは、相手を不快にさせないっていうのがなんかなとは思うんですけどね。そうですよね。SNS なんかは長文で書かれたりして、そこでまたさらに了解しました、了解しましたが来ると、もうお互いの時間を奪うことでしかやってないから、長くなるんだったらこの件詳しくメールで送りしますねとか、いうワンクッションをうまく使っていくっていうのも、大事なんかなって思うし、そんな毎回毎回了解しました言われたら全員にチェック入れてしまうぞみたいな。そうですね。だからもう返信不要ですって一言ね、入れとくとか。そうです、そうです。もう既読ってつくんだからみたいな感じでね。ですよ。言葉遣いは心遣いですからね。そうですよね。それ一つでね、印象も変わりますしね。全然違ってくると思います。評価も変わってくると思うので、はい、ぜひやっていただきたい。じゃあ私たちも気をつけましょう。気をつけましょう。本当に気をつけましょう。もう日々勉強で。なのでまたね、新人研修だけじゃなくって、ビジネススキルアップ研修でもね、同じことを、こういう言葉遣いはダメだよ、みたいな、ダメだよっていうかやってませんかみたいなところをね、内容を組み込んでるので、またよかったら、ね、シューハルシーの方に。ご相談いただければいいかなと思います。はい。はい、では、今回は、フリートークで、言葉遣い、気になる言葉遣いについてお伝えしました。はい。はい、それでは、午後から明日からの活力に。また次回お会いしましょう。はい、さようなら。ありがとうございます。さようなら。ありがとうございます。